はい、和正です。いやー、8月に入りましたね。暦上ではもうね、秋に入るということなんですけど、まだまだね、暑さが続きそうですね。今回の動画は、月一やってる、屋外飼育場の様子を撮りながら、まあ、8月のね、気をつけたいことを、お話ししていこうと思います。8月の屋外飼育で、一番気をつけないといけないのはやはり暑さですね。暑さ対策を、まあ、引き続きね、しっかりとしていかないといけないということになります。今年はね、特に、暑い、ように感じますね。なので多くの方がね、やはりメダカがね、落ちたとか、容器ごと、全滅したとかね、そういう声が非常に多いですね。うちも、種親ですね、林口の種親が、まあ、2日間にわたって、全滅したと、言った感じなので、やはりね、遮光してても、水温は高いということで、まあ、落ちてしまうということもあるんだなと、ちょっとね、勉強になりました。まあ、暑いことによって、水質がね、すぐ、悪くなるということもありますので、まあ、やはりね、定期的な水替えですね、1週間に1回、2週間に1回はね、必ずやると、いうことをね、していかないといけないと思います。で、うちは小さい容器は2週間に1回ぐらいのペースですかね、まあ、汚れの状況を見て、変えるといった感じですね。で、大きい容器は、あまりにもひどい、ところは、すぐに変える。で、2週間3週間に1回ぐらいのペースでだいたいね、変えていってますね。まあ、汚れてるとか、水質がね、悪そうな、容器を優先的に、洗っていっております。そして8月は台風が、最もね、多い月となっております。まあ、台風でね、まあ、強風が吹くことによって、まあ、飛びやすいね、ものとかが、飛んでしまう、メダカ飼育のに使ってるね、道具が飛んでしまうということと、あと水量の、少ないね、容器に関しては、容器ごと、吹っ飛んでしまう、ひっくり返ってしまうということがね、起きてしまいますので、まずはね、台風が来るという時は水位をね、上げるということで、まあ、重さをね、増やすということで飛ばされるのを、防ぐということが大切かなと思います。あと、台風が来ると、分かってる時は水質が、悪そうなね、容器とか、あとグリーンウォーター飼育のね、容器は、気をつけないといけないと思います。それは雨がね、多く降りますので、まあ、雨がね、容器に入れば、グリーンウォーター飼育であれば、グリーンウォーターがね、植物プランクトンが、死滅してそこに、溜まってしまうということが、起きますね。そういう容器で、まあ、翌日ね、晴れたと、なるとね、水質が一気に悪化して植物プランクトンだけでなくメダカもね、落ちてしまうと、いうことが、起きてしまいます。あと雨が入ることによって pH が、変化する、特にね、アルカリ性の、飼育容器では酸性気味に、中性とかね、酸性気味になってきますので、まあ、そうなった時にね、バクテリアも、少なくなってくる、変化するということで、雨が入ることによって汚泥がね、かき回されてバクテリアが、少なくなっている状態で、翌日ね、また晴れるということになれば、水質悪化のスピードっていうのはね、かなり、速くなってしまうと、いうことになります。なので、台風が来ると、分かってる前日とかはね、
水替えをされてる方っていうのはね結構多いなと思っております。あと盆を過ぎるとねぐっと気温が下がる地域が東北とか北海道とかがねぐっと下がってくると言われてますので、そういった地域の方はもうね採卵ができなくなるといった感じですよね。そういった地域の方はもう採卵をやめて現状のね張り子稚魚をね大きくしていくということに専念するといった飼育方法になってくるかなと思います。まあ、あと他の地域でもねもうこの8月で採卵をやめるという方もねいらっしゃる時期になります。今いる張り子が成長するのに約2ヶ月と想定したら、まあ、10月になってきますよね。10月でもう寒い地域とかありますので、まあ、2ヶ月後見越して採卵を考えるという時期になるかなと思います。うちはまだね採卵して、まあ、10月後半ぐらいから寒くなってくるのかな、まあ、そこでね、それ以上まだね、張り子とか稚魚がいれば室内の方に、持っていこうと考えております。まあ、なので自分はね、採卵を、やめるのは、9月とかになってくるかなと思います。で室内の方はまあ、ずっと、取り続けていこうかなと考えております。まあ、昨年の、8月は暑さというよりも雨で、めちゃめちゃね、メダカが、落ちていきました。なので、それ以降はね、pH が変化しても大丈夫なようにグリーンウォーター飼育でなくてクリアウォーター飼育、ボラ土を使ってクリアウォーターにしていってます。なので、現状は酸性気味なので、まあ、雨のね、水質に、近いといった感じで飼育をしております。先ほども言いましたけど8月はね台風が、いっぱい、月でねいっぱい来る月となっております。なので台風が来ることによって台風後のね気温が下がったりしますので、台風が来るという時はね翌日の気温とか見ていく必要があるかなと思います。まあ、今はね猛暑35度を超えるような日が続いてますけど、台風が来ることによって30度以下とかねなってくるかなと思うので、まあ気温をね見ていく必要がある月かなと思っております。というわけで今回は8月の、飼育について、お話をさせていただきました。暑さ対策、台風の対策、そしてね採卵をいつまでするかというね、この3つ、でお話をさせていただきました。まあ、8月はねまだまだ暑い日が続きますので、体調をね、気をつけながら、メダカツをね楽しんでいきましょう。メダカシーズンももう終盤ですね。まあ、ちょっとね寂しくなりますけど、まあ、これからね、越冬の準備とか、進めていく必要が、まあ、あるかなと思います。まあ、9月のね下旬ぐらいかなとは思ってますけど、まあ、越冬もね視野に入れないといけないなと思います。それではご視聴ありがとうございました。